アジーンです。今回は樹脂粘土でカントリーマーム風のクッキーを作っていきたいと思います。動画では手芸屋さんに売っている粘土を使用しましたが、ダイソーの樹脂粘土でも代用ができると思います。それでは早速作っていきます。コスモスにグレースをほんの少し混ぜます。混ぜなくても大丈夫ですが、混ぜると粘土が扱いやすくなります。ボソボソした質感にしたいので、ベーキングパウダーを適量混ぜます。こちらも混ぜなくても大丈夫です。アクリル絵の具イエローオーカーで粘土を着色します。茶色の樹脂粘土でチョコチップを作っておきます。粘土の中央と端にスポンジを押し当ててカントリーマームの形を作っていきます。強く押し付けてあげるとリアルに見えます。ランダムにチョコチップをつけていきます。樹脂粘土を薄くかぶせるとよりリアルになります。食べかけのクッキーにする場合は、まずクリアホルダーでカットします。ピンセットや爪楊枝を使って質感をつけていきます。同じように茶色の樹脂粘土で作るとココア味になります。粘土をしっかり乾燥させます。アクリル絵の具イエローオーカーとチョコレートを混ぜて粘土全体を着色していきます。塗ったら完成です。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。